こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、大西恒樹さんが令和新選組から除籍になったことについて、考えたことをねお話していこうかと思います。私はね、個人的に大西恒樹さんには令和新選組にこのまま所属していただきたかったんですけども、でもね、山本太郎さんが決めたことなんで、私はね、どんどん気持ちを落ち着けていって、きっとね、最大値で、最もね、いい決断をされたんだろうと、そっちに向かうんだろうということを信じるだけでございます。で、今回私が動画で話すことは、命の選別というこの言葉をね、ちょっともう分解してみようかなと思うんですよ。で、私に命の選別の意識があるかないかって言われたら、これはっきりあるんですよね。で、どういうことがあると言えるのかというと、例えば、このね、何かの生命の危機に瀕した時に誰から順番に助けるかっていう問題なんですけども、まずね、見ず知らずの人が命を差し出せと言われている場合、そしてそれを助けるためにはお前の子供を差し出せと言われた場合、どんな選別をするかなってことなんですよ。もちろん両方助かればそれに越したことはないんですけども、私はね、身内を大事にしたいなっていうふうに反射的に思うんですよね。いや、これすら許されないってことであれば、多分私も大西恒樹さんと同じように許されない人間なんでしょう。でもですね、きっと命の選別ってものを本当にみんな助けたいですよ。みんな助けたいんですけども、細かく見ていくと、どうしても選びたくない選択をするときっていうのが今の現実あるんだろうなと思います。ただ政治的な発言としてする場合は、多分今の令和新選組では許されないっていうのはね、よく私も分かるところです。ついついね、感情的に何やってんだっていうふうに、ガッと思ったことはあったんですけども、でも今令和新選組は生きてるだけで価値のある、そんな生産性とかで語られないというね、そういうふうなことが、やっぱりそういうところに魅力を感じて、私もね、参加してるっていうか、もう見させてもらってるところもありますんで、そう考えていくと、誰かの命を差し出すことによって誰かを助けるっていう発想は理想論ではありますけども、ただそれをね、考えていかなければならないなと、現実的に仕方がないから命の選別をするっていうことをここで、発信するのは適当ではなかったかなと思うんですよ。本心にあってもですよ、本心にあったとしても、それは待てよと思わないといけないですし、それを言葉にするのにはそれなりの責任と反動が来ることをやっぱりね、覚悟しなければならないなと思います。で、令和新選組の放送をね、昨日ライブ放送を見させてもらった後で、大西恒樹さんの発言時間は1時間ほどあったそうなんですけども、15分くらいで終わったそうなんですよね。で、それはもう大西恒樹さんが以前自分の発言を謝罪して撤回したけども、やっぱり撤回しないということを言われてましたね。それは大西恒樹さんなりに、令和新選組にいることを優先して、自分の発言をね、心もなく思ってるわけでもなく、収束に向かって閉じるということは潔しじゃないと感じたのかもしれませんし、今の時点でやっぱりね、積極的に誰かをね、優先的に殺してしまえって発想ではないっていうことの表現だったのかなと思うんですよ。もうこういうふうなね、私は想像するしかないんですけども、なんかね、たくさんコメント寄せられた中で、命の選別が容認されたら私なんて真っ先に殺されてしまうみたいなことがありましたけども、どうなんかなと。仮に命の選別っていうものが前面に出された時でも、積極的に誰かを殺しに行くってことはないかなと思うんですよ。究極の状態の時に誰を残すっていう時に命の選別をしないとね、例えば5人しか助からないところに10人いたら、やっぱり5人は確実に死んでしまうんですよね。その時にどうするかってことなんですよ。やっぱ社会的弱者の方を優先して助けるとかね、社会的強者の方を優先して助けるみたいなことになると、どっちにとっても不利なんで、不幸なんで、じゃあ私のね、考えとしては、10人中5人しか乗れない船があるとして、その5人の船に10人をどう乗せるってことをやっぱり考えていく。もしくは今の状態では5人しか乗れないんで、これを6人7人8人10人20人乗れるようにしていくために、社会の構造を変えていこうかっていうのが私の政治思想なんですよね。今の時点では無理なことでも、積み重ねていって意識して、今の時点では誰かがね、選ばれて死ななければならないっていうところに目を向けた時に、そうではいけないというエネルギーが、これ多分ね、令和新選組の最もこう魅力的なところだと思うんですよ。生きてるだけで価値のある人間だと、本当にその通りなんですよ。そこに私も向かいたいですし、そのために自分の力が欲しいんですね。実は私はね、自分が無力だから助けてくださいっていう立場よりも、力をつけて自分の目の前にいる人を一人でも多く救っていきたいなって、おこがましくもそう思ってしまったんですよね、どちらかというと。ですんで、やっぱり体も鍛えていきたいですし、時間もね、自由に使えるようになりたいですし、それからお金も自分の私利私欲ではなく、損得抜きに自分の感じたままに使っていく、そういう風にねしたいなと思って今ここにいるわけなんですよね。で、いろいろと今日はねお話ししましたけども、現実的に命の選別をねしていきましょう、よし誰かを殺していきましょうっていう考えは毛頭ありません。ただ今日の時点で
救われない命があって、命の選別をするべきではないっていうね考えに立ち入った時に、じゃあお前は何ができるんだって問われた時に、何もできないっていうことをこう黙ってしまう、うっとね黙ってしまうってことは消極的に命の選別に加担してるんじゃないかな自分もなっていうふうに思った時に、大西常喜さんが言われたことっていうのはまさにね私に向けられた言葉ではないかなと思って、深くね、振り返る顧みるところがあったなというところでございます。まあそういう意味でね、大西常喜さんの発言を私は擁護こそすれですね、そんな意味ではないと、擁護こそすれ攻撃する気には全くなれないというところなんですよ。ただ私の考えもこれからねもしかしたら変わっていくかもしれません。どう変わっていくのか分かりませんけども、人の気持ちっていうのはね秋の空ではないですけども本当に変わりやすいんですよ。ある発言力のある人、自分の大好きな人が言ったことに対してなるほどそう思っていこうって思うのかもしれませんし、もしかしたら大勢の方がね考えていること、多数派を拒否するがあまりわざわざ少数派の意見に自分を同情させてしまうようなひねくれ者のね性格が出てくるかもしれません。まあどちらにしてもこの問題っていうのは、これからもね私たちの現実の目の前にある問題として、お父さんお母さん子供たち恋人それから兄弟知り合い知らない人、今一度も会ったこともない人、いろんなことをねこう抱えながら毎日突きつけられているものなんだなと思いますよね。でまあなんてね結論は出ないんですけども、じゃあ命の選別をねさせないとしたらお前は何ができるんだって言われた時に、私には今のところ答えがないというところでございます。どうすればいいんでしょうね。一人でも多く助けようと思った時に私に何ができるのかなと思った時に、ちょっとその答えが見つからないんで、その答えを見つけるためにもこれからもね、令和新選組山本太郎さんのね姿を見させていただこうかと思っております。こんなね全然結論の出ない私の言いたい放題で、しかも自分の言ったことをすぐ否定するようなね自信がないみたいなね、そんな発信で申し訳ないんですけども、お金はねいくら私が稼げても生命は全然稼げないんですよ。そこはもう本当にね情けないことだと思いますけども、もしかしたら人間ってのは自分のやったことに適当な理屈をつけて、それぞれが正当化しながら、そして適当に反省しながらやっていく部分があるのかもしれませんね。本日は以上です。どうもすみません、ここまで聞いていただきましてありがとうございました。